杉並ニュースマチカロンナー、さあ始まりました。始まりました。この番組は杉並区のさまざまな場所から杉並区の今をお届けする5分番組となっております。5分番組です。近い今回担当するのは僕ら我々次男ボーイズと申します。よろしくスパイシー、今日は声がね結構出てますけどもね。出てますよ。今回ですね、こちらの区立郷土博物館文館にね、うん、お邪魔しておりますね。なるほどね、はい、今回なんとイベントがですね、はいはい、お子様方いらっしゃいますけども、うんうんうん、夏のね、虫を観察できるイベント、なるほど、ね、虫虫探検隊に来ております。ムシムシ探検隊、ムシムシ探検隊、ムシムシ探検隊、お子様が通りました。いやそうですよね。いやいや、お子様に助けられてる場合じゃないですから、ね、助けられましたけど、まあ、その探検隊じゃないんですけども、あ違うんです、ね、いろいろちょっとね、虫をね観察してる姿見れるってことなんで、僕昔から虫取り名人でしたから、もうちょっと楽しみですよ。山口のね、そうですよ、山奥出身なんでね。そうですね、楽しみで、ね、山奥ではないですけれどもね、はい、行きましょう、行きましょう。杉並ニュースマチカロンナー、行ってみましょう。虫ちゃん待っててね。マチカドナウ16番。皆さん、ここの公園で遊んだことある人どれぐらいいますか？ありがとうございます。全員だ。中が動くとね、トンボはすぐ分かります。だからそーっと近づいても網ひゅって動かすとパッて逃げちゃう。で、トンボ取るときどうやったかっていうと、トンボ飛んできた、キュッとこう作って入れてあげると取れるというね。どういった虫というか、うん、種類がいるんですか、うん、昔からこういう環境で、はい、建物が変わったり林がちょっと整備されたりしてるんですけど、うん、まあ、昔からこういう自然の割と残ってるところなので、うん、いろんな虫がいます、うんうんうん、トンボがたくさんいて、ね、蝶々が集まって、うん、で木もたくさんあるので、特にクスノキはアオスジアゲハっていうね、はい、蝶々が葉っぱを食べて育つ木なので、はい、このね、ムシムシ探検隊、まあ、ちょっとお名前もユニークなんですけど、どういったそのお気持ちでなんか、まあ、やられてるというか、なんかありますか？児童館のおばちゃん先生がムシムシ探検隊がいいって最初につけてくださって、それが気に入ってずっと使わせてもらってるんですけど、一応まあ、いわゆる会社を辞めて、うん、社会活動するようになって、うん、10年ちょっとになるんですが、まあ、10年ぐらい前からそんなことをやってます、ね、またね、この網とコンちゃんのコントラストたまんないですよこれそれコンちゃんとコントラストちょっとややこしいんですけど網とコンちゃんのコントラスト、昆虫コンちゃんのコントラストたまんないですよ、このトリプル K ねたまんないですよこれあ、このコンちゃんのアイテムを僕がちょっと捕まえるんじゃないの、きましたね、誰捕まえるんだ、うん、コンちゃん捕まえよう、やめろお前ちょっとやめろ、来たお父さん、あ、おじい、うん、ね、虫いない いないですか。でも先ほどちゃんとお話じゃお子さん聞かれて、はい、は何狙ってるんですか、虫を。狙いは蝶々蝶々ですか、はい、何取ったの、何、多分しじみ蝶、しじみ蝶、あーおめでとうおめでとうやったぜー、ゲット、嬉しい、やったね、ここに出てる、あー、あ、出よ、え、逃げられた、え、逃げられた、ちょっと隙間から逃げられた、ちっちゃいんだ、隙間から逃げちゃった、しじみ蝶が隙間から逃げちゃったよ、よっしゃ、よっしゃ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 、やりました、よっしゃ、はい、赤トンボ。お、すげえじゃん。秋赤ね。あ、俺ね、秋赤ね、ほら。いや、そう。秋赤ね。欲しい。キノコを昆虫だという捕まえたらしいです。やったね。じゃあ、誰か入れとく、これ。食べて。食べないよ。マチカドナウ。はい、ということで、エンディングなんですけれども、見てください、もう虫取りに夢中ですわ、今日の虫虫探検隊非常にお子さんもこう笑顔でね、撮ってたし、なんかすごい楽しい感じで。お前何やってる、一人だよお前、これ何、弟子、うん、弟子です俺を慕ってしぎちゃん先生、早く赤とも取ってくれって杉並の街をまた、ね、じゃあ 行きたいと思います。それではまた皆さん、杉並です、マチカロンナー、虫が俺を呼んでるよ、またね、行こう早く行ってください、早く行ってください、ごめんなさいね、なんかあんな感じで。